岩国駅、岩国駅は山口県岩国市マリフ町一丁目にある西日本旅客鉄道 JR 西日本日本貨物鉄道 JR 貨物の駅である山陽本線を所属線とし当駅を起点とする岩徳線を加えた2路線が乗り入れる山陽本線における広島式ネットワークの生誕駅であり当駅発着列車が多数設定されている 運転取扱駅であり、岩国駅構内の運行管理は当駅で行っている。また、岩特線経由で、西木川鉄道西木川清流線の列車も、当駅まで乗り入れてくる。ただし、当駅から川西駅の間は二重戸籍ではなく片乗り入れという、扱いのため、川西駅までの運賃は、JR の運賃として計算される。愛子化が利用可能。 相互利用可能 IC カードは、アイコカの港を参照ではあるが、山陽線の場合は、隣駅の南岩国駅、屋内、徳山方面を越えて、岩徳線前線では利用できない。なお、岩国市岩国は、西岩国駅、近帯橋周辺にあるため、当駅は、本来の岩国から離れている。山陽鉄道によってこの地域に鉄道が付設された際、 線形の都合で、駅は岩国城の市街地から離れ、マリフ町に置かれた。そのため、1929年、昭和4年に部分開業した岩徳東線、後に山陽本線を閉岩徳線となるが、岩国城の市街地近くを通るようになると、そちらに岩国駅が設けられ、元の岩国駅は浅里沼の駅と改称した。しかし新しい岩国駅には、 特急、急行が停車せず、町の代表駅として、ふさわしくないという声も上がった。また、朝里布駅周辺の発展が著しかったことや、1940年、昭和15年にマリフ町と岩国町など合併して、岩国市が発足したことから、市の代表駅としての実情に合わせるため、1942年、昭和17年に、朝里布駅を再び、 岩国駅に改称し、1929年、昭和4年に開設された岩国駅は、西岩国駅と改称化。当駅には、かつては岩国機関区が置かれ、1971年2月28日の岩徳線を最後に、蒸気機関車による営業運転が終了した後も、岩徳線や岩比線、当時その他、当駅始発芸備線、 キスキ線形 M5 域の急行地取りにて使用される、機動車の整備基地として使用が続いていた。実際に、車両配置が廃止されたのは、1984年2月1日のダイヤ改正時である。国鉄分割民営会以降に、岩国機関区であった施設、車両整備建屋や転車台などは、順次撤去され、現在は、電流線や駐車場。 文譲マンションの敷地などとなっている。現在は、広島方面の電車の運転を、主に担当する、岩国運転区の建物のみ残っている。3面6線のホームを持つ、地上駅で、京上駅舎を有する。1番線は西口に面した単式ホームで、0番線は1番線の下関側にある切りかき機ホームである。点4番線、点七番線がそれぞれ、 島式ホームとなっている。また船名は、1番線が岩徳線本線、4番線が山陽線上り本線、7番線が山陽線下り本線となっている。京城駅車下で、湖泉橋もバリアフリー化され、エレベーター、エスカレーター、展示案内、展示ブロック、音声案内等が設置された。徳山地域鉄道部管理の直営駅である。京城駅車下前に、 かつて存在した旧東口の駅業務は、西木川鉄道に簡易委託されていた。また、山陽本線の脇駅と、南岩国駅神代駅間隔駅と、岩徳線の西岩国駅、米川駅間隔駅の管理面での窓口となっている。出入り口は正面にあたる西口と東口の2カ所。窓口は、 京城駅舎上に存在する JR 直営の緑の窓口、営業時間4時40分23時40分が一箇所ある。西口、東口ともにバリアフリー化され、エレベーターとエスカレーター、展示案内、展示ブロック、音声案内等が設置されている。東西自由通路は24時間通行可能。かつて存在した東口改札、営業時間、 6時21時は岩国市を経て西木川鉄道に再委託されていた簡易委託方式の出入り口である。東口の営業時間外は出入り口に装備されたシャッターが閉じられていた。その他、全古線橋場の6.7番線ホーム伊東へ向かう場所でも扉が施錠されていた。駅舎には緑の窓口が配置されており、近距離区間用自動券売機が3台。 機能限定券売機2台と多機能券売機1台、それに加えて緑の券売機が設置されている。近距離区間用自動券売機では、西木川西流線へ直通乗車するための連絡乗車券も購入可能。かつての東口には、西木川鉄道に簡易委託された友人の乗車券類販売窓口があった。自動券売機は、 アイコカチャージ可能で小型のものが一台設置されていた。窓口では、普通乗車券以外に、回数乗車券、回数券、定期乗車券、定期券、自由席特急券も取り扱っていた。ただし、かつての西口とは異なり、IC カードの窓口処理機がないことにより、アイコカの利用ができない。東口の改札口には、簡易型自動改札機が一台設置されていた。 かつての東口には、エレベーターエスカレーターは設置されていなかったが、東西自由通路新設、京城駅社化工事で現東口にも設置された。駅の東西を結ぶ、地下道、地下自由通路があったが、京城駅社化に伴い閉鎖された。通行できるのは歩行者と自転車であった。ただし、出入口部分に乗車通行のできない階段がある。JR 貨物の駅は、 専用線発着のコンテナ貨物、臨時車扱い貨物の取扱い駅となっている。2014年3月改正時点では、1日に、往復の高速貨物列車が、広島貨物ターミナル駅との間で運行されている。駅の東側、日本製紙岩国工場へ続く専用線があり、主にコンテナによる製品の発送が行われている。広島方面へと向かう。 本線線路を挟んで東側へ専用線が反対側、西側には貨物列車の入れ替え作業や線路保守用車両の留置等に使用されている側線施設がある。かつては、定人岩国工場へも専用線が続いていた。また、当駅南岩国駅間に存在した川下信号場から在日米軍岩国基地へ専用線が分岐していた。なお、 岩国駅において、かつて使用されていた有害者用貨物ホームは2006年5月頃に取り壊され、本線東側にあった川下信号場の跡地は、現在、岩国市の管理下にある。東口駅舎は1948年、昭和23年の完成以来65年以上が経過し、老朽化に加えて、バリアフリー対策が未整備であること。 加えて、駅の東西を結ぶ通路が、地下通路しかないことを踏まえ、岩国市が主導して、岩国駅周辺整備事業に着手している。具体的には、以下の内容が挙げられている。2014年3月24日に、岩国市と JR 西日本が、岩国駅自由通路新設等工事の施行に関する、協定書及び、岩国駅橋上駅舎化工事の施行に関する、 協定書締結、2015年3月から工事に着手した。2015年11月1日には、西口駅舎を閉鎖し、仮駅舎に移転している。総事業費は、約90億円で、内 JR 西日本志向分の協定駅舎整備に、約32億5000万円、東西自由通路整備に、約31億9000万円の事業費が、見込まれている。 2015年11月9日に東西自由通路と京城駅舎の建設工事の安全祈願祭、非公式が実施され、本格的に JR 西日本志向分の工事に着手した。駅舎と東西自由通路については2017年11月26日の併用開始を、その他の整備については2019年6月の事業完了を予定している。駅西側は、 岩国駅前商店街、中通り商店街とその周辺に多数の商店が存在しており、商業の中心地になっている。近年では、駅周辺でのマンション建設が一しい、2006年11月現在、貨物設備の跡地の一部が再開発中である。すでに、広島方面よりに JR 貨物の手で貸しビルが完成しており、テナントとして、山田電機、 テックランド岩国店が営業している。一番ホーム寄りには山口銀行岩国支店が2007年5月新築移転した。岩国市役所など公共の施設は 1km 程度離れた地域に集まっている。駅東側は人権庁と呼ばれる工業地帯と既存市街地である。なお、人権庁の由来は帝国人造建築株式会社岩国工場が 立地するからである。また、南へ徒歩10分ほど行くと、コンサートホールであるシンフォニア岩国が所在し、さらに進むと、アメリカ海兵隊、海上自衛隊岩国基地がある。西口正面の駅前ロータリーに、市内一帯に、路線網を持つ岩国、バス、傍聴交通が乗り入れている。傍聴交通は後日の高速バス以外は、徳山駅行きの国道2号経由。 快速便のみ。かつては JR、国鉄バスや岩見交通バス及び広電バスも乗り入れていたが、すでに廃止されている。高速バスとしては、日中は、広島、須オ大島行、広島行きは岩国、バス、傍聴交通、須オ大島行きは、傍聴交通が、運行が、早朝、夜間には、神戸、大阪、京都行き、カルスト号、傍聴交通、 近鉄室の共同運行及び東京行き、萩エクスプレス、傍聴交通単独運行が停車する。駅正面、西口前には、常設のタクシー乗り場もある。小型車と中型車の乗り場が隣接しているので、乗り間違いに注意、乗車料金は異なる。基本的な運賃料金システム。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。 山口県の駅では下関駅、新山口駅、徳山駅に次いで第4位である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。